アンダー 57.5 キロフェザー級です。場内は波とコールに包まれました。伊沢波と対高橋直樹です。高橋はこのクラッシュ2戦目、相手は伊沢、高橋にとっては大きなチャンス。伊沢からするとここで負けるわけにはいきません。第1ラウンドがスタートしました。赤のグローブ伊沢奈美と青のグローブ高橋直樹、両者今日は伊沢はサウスポーで構えていました。オーストロックスタイルへと戻した。まずは挨拶代わりの回し蹴り、伊沢奈美とです。いや、石川さん、前回のテストの試合は伊沢にとってはちょっとショックでしたね。そうですね、テツ選手の手数に戸惑いながら、ポイントアウトされた感じですね。対する高橋は前回森坂と好勝負を演じています。ドローという結果でした。初登場で、ね、森坂選手と戦った一身体の攻防を振り受けたときに、やっぱり、ね、実力が本物だというのを証明してくれたということですからね。海星選手は伊沢のようなもう、はい、このコテコテの空手スタイルというのはどう見るんですか。そうですね、ローキックで削ってくるというのは嫌ですね。あの3ラウンドまでずっと食らっちゃうと効いてくるので、すごい嫌なタイプですね。なるほど、のしのしと出ながらその無限ローキック、今右ずっと蹴っていました。伊沢選手はこのローキックがもちろん目指してるんですけどね、はい、あのフィジカルもどんどん上がってるし、パンチも結構強いんですよね。そうですね、一発一発も倒せるパンチがあるので、はい、パンチで倒した試合というのももちろんあります。でも高橋選手やっぱ実力あるなと思うのは、この伊沢選手のこの伊沢ワールドに巻き込まれずにちゃんとねステップを掴みながら、やりづらそうにしてないですね。まあ、やはりこの、あまり蹴られてはいけないというイメージはあるのかもしれないですね。そうですね、ステップステップしながら、はい、距離を取っていく、距離を下がっていく。ただ伊沢はそれを追いかける。あー、右のストレート、ガードの合間から細かいパンチがさっきからヒットしてるんですよね。ボディ、そしてヒヤリヒット、追いかける伊沢です。いや、福田さん、この伊沢は他の選手比べても本当にリズム違いますよね。はい、なんかもうなんかすごいコミカルで、なんかパンチ強そうです。そうですね、はい、パンチも結構重い子に伊沢奈美子。そうですね、ここはローブローでしょうか。ただいま、アグホが伊沢選手の攻撃がローブローと判断されたため指導を止めています。 K1 甲子園の時に、はい、あの高橋選手の妹さんがいらっしゃってて、ああ、重い選手ですね、はい、あのそっくりですね。そうなんですよ本当に、兄弟って感じします。金髪だけど確かそうですね。あ、こちら萌え選手ですね、うん、そうですね、K1 甲子園の時にアナウンスも担当しましたね、萌え選手が、はい、よく似ていることです。まあ、この2人がチャンピオンとなれば兄弟でチャンピオンベルトなんてことも、そういう光景もあるかもしれません。それを実現できるか高橋直樹、前に出てくる伊沢です。ステップを使う、左のジャブで下がりながら、そして今度は自分が前に出ていく。高橋選手、頭よくうまく下がってますね、足を止めてしまうと伊沢選手のローキック、体重が全部乗っかってダメージが受けちゃうんですね。ここで第1ラウンド終了です。伊沢奈美と対高橋直樹はこれから第2ラウンドに入ります。海星選手は第1ラウンドどんな印象ですか。そうですね、青野選手がローキックを警戒しているなという印象です、まあ、それだけやっぱり重いんでしょうね、伊沢のローキックは。そう
そこに対して高橋直樹はどういう動きを見せてくるか。ここも下がりながら蹴りの当たらない距離へプレッシャーかける伊沢奈美人です。伊沢選手はね、はい、ローキックをいろんなパターンいろんなタイミングで出しながらだんだん相手のこと詰め将棋のような試合展開をしてくるんですよね、うん、でいろんな角度からいろんな蹴りを蹴ってきてでローキックだけじゃなくてパンチもしくは上段に持っていくか、ね、この詰め将棋の展開が作らせてくれない、はい、まあ、この高橋選手の上手いステップなんですよね、この伊沢相手には足を止めてはいけないというのは、はい、前回鉄に鉄との試合で解説してくれた武井良樹選手も言ってましたよね。そうなんですよね、はい、まあ、足がステップをしていくことによってちゃんと流れてくれるので、はい、ダメージを足に全部蓄積しないようになる。今も当たってはいますが動きながら受けているという形、はい、ダメージがゼロかどうかゼロではないとは思うんですけど、はい、足を止めてる、うん、止めて受けるよりはダメージを受け流せるので、重さを受け流せるので。前回伊沢に勝利した鉄も動き続けて動き続けて判定勝利という試合展開でした。高橋ミドルキック、そしてパンチを打っていくガードの合間、ちょっとパンチ当たってますかね、海瀬選手。そうですね、高橋のパンチが、はい、今のいいパンチ当たったと思う。足もっと動かしてもっとパンチ打ってほしいですね。その足を動かすというところで言いますと、はい、どうですか、前後だけじゃなく左右とかっていうのも必要になるんですか。そうですね、今の感じで全然大丈夫だと思う。今のペースで、はい、あ、ワンツーガードの隙間から打ち込んでくる高橋直樹、足を止めずにもう前へ入ってきます。やっぱり今の時代ってその、映像がすごく、ね、まあ、研究をしやすい時代になってきたので、はい、この伊沢奈美との戦い方がいろんなジムのトレーナーさんに研究され始めているのかもしれないですね。あ、こうすれば、はい、というところが。ただその対策を立てるとしてもその対策通りに実行できる選手というのはレベルが高い選手、実力がある選手じゃなきゃできないんですけどね、まあ、そういう意味で言うとその高橋選手は、ね、チャンピオンになる実力があるというその証ですよね。対策できてるから何か高橋の方もこの攻撃にタイミングが合ってきたようなそんなこの第2ラウンドでもあります。第2ラウンド残り10秒というところ、あとこのワンツーはちょっとバランスを崩しました。伊沢奈美人蹴りも混ぜます。高橋です、左のミドル。ここで第2ラウンド終了です。少しずつリズムを掴んできたか高橋直樹。いや、福田さん、この本戦も第4試合となって、はい、失礼、これが第5試合となって徐々に会場も温まってきましたね。なんかすごいですね、なんか本当に パンチがどっちもお互い効いてる感じします。あ、なるほど。特にこの高橋のパンチも結構当たってましたよね、はい、このラウンドね。海瀬選手、はい、どうでしょう、今の第2ラウンドはどう見ましたか。まあ、でもこのままその青野選手がパンチの数を増やせば判定で確実に勝てると思うので、はい、もうちょっと手数を増やした方がいいかなと思います。伊沢の方がですか。いや、青野選手、あ、高橋の方がもっと手数を増やして、はい、そのままペースを持っていきたい。そうです、セブバーセブバー、高橋選手、この伊沢選手をやりづらそうにしてないというのは実力あるというか表明してくれてますね。そうですね、はい、さあ、第3ラウンドです。パンチ力あると思いますよ。この伊沢選手がしっかり前傾で顎を引きながら入ってくるから倒れないだけで、右のパンチ、パンチ力あると思います。重さあると思います。完全に伊沢はそのパンチを受ける体勢を作りながらプレッシャーをかける、うん、この右重いですよ、はい、もう右、横から入ってくる。あ、ボディに散らして、そして上へと打撃打ってくる高橋。伊沢としては再戦です、負けるわけにはいきません。伊沢選手が蹴りを合わせたい、下段を合わせたいんですけど、合わせないぐらいのパンチの回転のスピードがあるんですよね。ちょっとローキックなかなか打てていませんよね、はい、第2ラウンドから本来であれば無限ローキック、もう数えきれないほどのキックを相手の足に太ももに打ち込んでいく伊沢ですが、
高橋それを許しません。さあここリング中央からどういう形になるか。バックステップ高橋、ここも動く。ローキック空を切る。いやこれうまいですね高橋選手。このパンチがワンツー普通に打ってるだけに見えるんですけど、この左手で押しながらパンチを出してるんで、それによって伊沢選手の軸がちょっと後ろにずれるんですよ、はい、そうすると下段ローキックを蹴りたいんですけど、その軸がちょっと後ろに倒されるので蹴れなくなるんですよね。ただ関西選手今ちょっとこの奥足に上がってますね、はい、結構多分サーナーのように効き始めたと思うんで、伊沢の左のロー踏ん張りでこうですね、ロー回し回転切りは高橋直樹です。いやこの奥足左足で蹴っていきます。高橋の右の太もも、伊沢のローキック、ここになって効いてきたか。ちょっと動きが止まる高橋です。ダウンではありません。いや福田さん、これだんだん効いてくるんですよ、はい、この伊沢のローキックっていうのが。いや本当にどんどんもうすごいですね、体力も、お互いの。それでも立ち続ける高橋直樹、これ効いてる証拠ですね。この技の駆け逃げっていうんですよね、大技を出すことによってちょっとブレイクの時間を稼いでるのかもしれないですね高橋選手、はい、これもっと奥足蹴ってもいいですか石川さん。どんどん蹴ってですね、はい、だんだんちょっとジャッジの印象にもなるぐらいちょっとね足引きずり始めてるんで、ああ左にフックが高橋、どうだ大丈夫です、立ち続けます伊沢。さあ残り10秒、第3ラウンド、標識が鳴っている。ここも大技を出す高橋。さあパンチで来る伊沢、今度はパンチだ、ノーを利かせてパンチ伊沢だ。ここで第3ラウンド終了、試合は判定に委ねられました。いや海星選手、やっぱりこの第3ラウンドとなってくると、この伊沢のローキックっていうのはやはり脅威ですね。1ラウンドからずっと蹴り続けたので、3ラウンドはやっぱ効いちゃいましたね。この奥足を蹴られるっていうのは前足とはまた違う嫌な部分っていうのはあるんですか。僕的に後ろの足の方が多分効きやすい気がするので。あ、そうですか、はい、他の選手は分かんないですけど、はい、僕の方が効きやすい気がします。あ、高橋この第2ラウンド終了した後のラウンド勝って笑顔もありましたが、ここは少し険しい表情となりました。さあ判定です、ジャッジ伊藤30対29、青高橋1ポイント差で高橋に入る。ジャッジ山根29対29ドロー、ドローです。ジャッジ新井29対29ドロー、以上判定。この試合も延長に入る。さあこの激闘、あと3分間で決着が決まります。いや福田さん、いいですね、はい、いや延長になるとまた興奮しますね。そうですよね、この激闘。いやまして海星選手、このローキックが効いてきてからの延長となってくるとまた分かりません。もう多分もう意識向いてるので、もう結構きついラウンドになると思いますね、場内は波とコール、伊沢の応援が多く響いています。石川さん、どこがポイントになりそうですか。はい、もうこのラウンドは高橋選手右足、奥足のローキックのダメージがちょっと蓄積してきているので、それをもう伊沢選手は分かっているので、そこをどんどん来ると思うので、高橋選手は、ね、そのフットワークを使ってパンチを当てたいんですけど、足が効いちゃってるとね、パンチも軽くなっちゃうんで。無限ローキック、はい、さらに火を吹いてくるのか、このエクストラランド。これ精神的には伊沢選手が有利なエクストラランドですね。さあ高橋はこの伊沢を攻略するか。いや、やはり蹴ってくる、その奥足だ、奥足を蹴る、歯を食いしばる高橋、そしてパンチの伊沢、立ち続けるのはどちらか。いや、高橋選手すごく気が強いんで、足効いてても伊沢選手がパンチ打ってロー蹴ってくるところのガードの隙を狙って殴ってますよね。奥足を蹴る、嫌がる高橋、
もう一撃、さらに蹴る、そして膝へと、ダウンではない。さあボディは高橋だ、パンチに力が入る、あっとちょっと右足が限界になってきたか、ちょっと右足が伸びてきた高橋、いや解説石苦しい、ついにダウン、パンチにダウンが取りました伊藤波人、構えます高橋、引いている、足が引いている、伊沢が蹴る、右足を返しに行く、嫌がる高橋、無限ローキック、その復活の時、足が止まった、ステップを踏む、しかし膝が曲がらない、本当に伊沢選手の蹴り方のバリエーション多いですね、うん、海瀬選手これ効いてますね、だいぶ効いてると思うんですけど気持ちが強いんで、まだ倒れないですね、もう一撃当たった、右足だ、そしてパンチで倒しに行く、踏ん張りが効かない、伊沢は倒したい、追い打ちをかける、右足に力が入らない高橋、その足を狙う、そしてはい、いや福田さん非常なまでにその痛い部分を狙う、両者頑張ってほしいです、さあ高橋反撃の目はあるか、残り4分も切っている、いや石川さんこれもローでは倒れないという高橋の意地ですね、はい、そうですね、あのもう絶対に倒れないという気の強さも素晴らしいです高橋選手、太ももが真っ青になっています高橋の右足、伊沢選手もね、スタミナかなり苦しいと思うんだけど、ね、絶対倒そうって気持ちが見えますね、さすが、右足を蹴る、もう一発、右足を守るように半身の体勢、どう回しないときにこれは当たらない、ダウンを奪っているのは伊沢、ここで延長が終了となりました、延長ラウンドダウンを奪ったのは伊沢奈美と、マストシステムで判定が下されます、いやこの伊沢選手のローキックっていうのは対策してもやっぱりねしきれないところが奥深い強さがあるんですよね、さあ判定です、ジャッジ山根10対8、赤井沢、伊沢に1票です、ジャッジ伊藤10対8、赤井沢、ダウンで2ポイント差、伊沢奈美に入ります、判定3対0、伊沢奈美延長戦を制して復活の1勝となりました、これでプロ通算30勝目、締めの1勝も挙げています、いや海瀬選手、はい、これだけローキック見るとちょっと印象も変わるんじゃないですか、ローキックに対して、ローキックにカットしようと思います、どうですご自身で使ってみようっていうのは、いや多分あんなローキック打てないんで、僕はカットする専門で頑張ります、しかしここまでローキックを使ってくるというのも、いや福田さん、はい、これもまた面白い試合展開ですよね、いや本当に逆に高橋選手は本当にもう気持ちがと伝わってくるぐらいすごかったです、ね、絶対にそのローでは倒れないと、はい、勝ち続けた高橋の根性気持ちも見事でした、伊沢奈美と一度敗れてから再びタイトル戦線へと、その復活の狼煙となるでしょうか。